ハローロック、お元気ですか？アルディスコレクションミュージアムの中村です。いつもありがとうございます。今回もですね、沢田研二さん、ジュリーのアルバムを紹介したいと思います。今回、紹介するアルバムはこちらです。愛まで待てない。このアルバムも、名盤ですよ。いい曲がいっぱい入ってて、表題曲愛まで待てない、もうジュリーの代表曲というか、もうこの歌を歌ってる時はジュリーさんはもう本当に駆けずり回ってね、ステージ所狭しともう走りながら歌うというね、もう名曲でございます。そういう曲が入っている愛まで待てない、ご紹介したいと思います。中ですけども、もちろん、いつも通り早川さんが、まあ、プロデュース中のやってて、写真もですねいっぱいこう載ってますんで、こういうかっこいいね写真とか載ってて、これも、アートワーク的にもね楽しめる、CD になってます。1曲目、愛しい勇気、そして、2曲目が愛まで待てない。この2曲目の1曲目と2曲目の間ですけども、曲感ありません。もうすぐに間髪入れずに、もうすぐに始まるというね、そういう作りがされてます。そして3曲目が、強いハート。これのね、この強いハートですけども、作曲がなんと安全地帯の玉置浩二さんです。そしてね、4曲目が恋して破れて美しくっていうね、曲なんですけども、今度はね、この作曲がなんと吉幾三さん。もう最初聞いた時は、吉幾三さんが作曲されてるんだと思ってね、なんか、カレー風の音楽なのかなと思ったんですけども、聞いてみて、ちゃんとやっぱり、そこはそこ、ちゃんとね、ジュリーサウンドになって、いい曲になって、もう、ジュリーさんらしい、もう、ポップな曲になってますんで、これも聞きどころです。そしてね、5曲目、嘆きの天使。そして次はキスまでが遠い、これもいい曲ですよね。そして7曲目が、ムーンヌーボーという曲で、そして、8曲目、これがね子猫ちゃんというタイトルでね、可愛らしいタイトルなんですけども、これのね作曲が沢田さん、ジュリーです。もうこのアルバムでね、ジュリーが作詞作曲に携わっているのはこの1曲だけなんですけども、もちろんこのアルバムプロデュースされてるのは沢田研二さん自身です。うん、そして、その次の9曲目ですけども、これがね、ちょうど、30周年だったということもあって、30th Anniversary Club Soda っていうね、その30周年記念に合わせて、書いてるような、各和賀子さんの作詞の曲ですね。この曲もね、時々歌われて、その年々に合わせたような年に、ちょっと直して歌ったりされてますんで、聴きどころの一曲です。そして、最後、これがね、いつか君は、これご存知の方いらっしゃるってか多いと思うんですけども、この前の公開された映画、土を喰らう、12ヶ月ですね、あれの、主題歌になった曲です。これが、なんとこのアルバムの最後を飾ってる、この年のこの曲が今の一番新しい映画の主題歌になったということですね。実は作曲が、大村健二さんなんですよ。大村健二さんってご存知のように、もちろんギタリストですけども、いつもはね、アレンジャーとして参加することが多いんですよ。だから作曲で大村さんっていうのは少ないので、これもね、聞きどころですよね。そして、映画でこれ最後、なぜ使われたかっていうのはね、正直言ってよくわからないんですけども、やっぱり、いつか君はいなくなってしまうんだねっていう、そういうところがありますよね。だからそういうところからも、まあ、映画の最後も、まあそういう、ちょっと寂しいとか、終わり方とかありますよね。だからそういう、皆さんさようならっていうところであって、そういうのね、だ多分そこら辺から多分、監督が選んだんじゃないかなと思うんですよ。まあ、新たに、作曲とか作詞でね、作るというよりは、まあ、今までに過去になんかないかっていうね、そういう映画に合う
歌がねたくさんあるから、ね、その中で探してたらちょうどぴったしの曲があって、それが愛まで待てないこのアルバムに入ってたということだったんじゃないかなと思います。ということで全部で、10曲、やってるあのアレンジャーなんですけども、あのギターの大村さん、大村健二さんがやったり、白井亮明さんがやったりということで、その亮明でこう分けてるというかね、2人でやってな、ギターも大村健二さんがよく弾いたりしたり、白井亮明さんが弾いてたりということで、もうこの頃からね白井亮明さんとはあのずっとねもうあのフリーですけどもやっていくことになります。ということで今回は簡単でしたけれども、愛まで待てないこれのアルバムを紹介いたしました。また見てください。いつもありがとうね。またね。お大事に。